さらに格上みたいな感じで師匠ということですが、今日からじゃあ馬券もぜひ、そうですね、一緒にこうやってあの予想紙持ってきて、うん、競馬のイベントに参加するのは初めてなんで緊張してます。そうすると南部杯が初めて馬券挑戦する中央のレースということ、中央というかね、はい、レースになると G1、はい、ということになりますね、はい、おー、じゃあここはねちょっと予想とかもでもしてももういいんですもんね、はいはい、アイチャンネルっていうね、今毎週木曜日にグリーンチャンネルで岩手競馬の番組をやらせていただいてるんですが、はい、この前の木曜日は鉄道さんも来てくださって、はい、南部杯のね直前1時間スペシャルということでお送りしていた時はまだ大丈夫でした。そうですよね、はい、乗りの最終レース終わってから大丈夫になりました。じゃあもう初って感じですね。晴れて晴れて予想 OK の実ということで、あの時はアドマイヤロイヤルに乗りたいとそうですねおっしゃってた鉄蔵さんなんですが、はいはい、どうしてそれ乗りたいと思われたか。そうですね、あの馬券の軸にはなるのかなっていうのと、まあ、あの時は攻めがいがあるなと思って、ちょうど人気もグリグリベストウォーリアーみたいな人気じゃないんで、まあ、騎手としては思い切った仕事できるんじゃないかなと思って僕だったらこの馬乗りたいなと思いました。強いよね、そういうスタイルこそがなんか、うん、ね、佐藤鉄道騎手っていう感じですよね。そうですよね、強い馬を任したいと言ってましたもんね、うん、それは今も変わりないですか。そうですね、それ変わりなく言って損するかもしれないですけど、じゃあ本命はアドマイヤロイヤルってことでいいんですか。まあ、2、3着かなとは思ってたけど、じゃあ本命じゃないのかな。この間違いも出産枠5番っていうのはどうなんでしょうか。は全然いいと思います。この馬には一番合ってるんじゃないかなと思います。3回目ですもんね。そうです、アドマイヤロイヤルは、ねね、ベテラン、ね、そうですね、3着もありますから ね、 ね、僕の時にね、はい、じゃあ本命は2着3軸という意味でアドマイヤロイヤル。そうですね、でもアドマイヤロイヤルはまあいつもの年よりは今年はそのスピード馬がいないんで、多分もうちょっと前につけれる要素はあると思うんで、さばくのうまいしーちゃんなんで、お、はい、しー騎手はさばくのが上手なんですね、はい、はい、上手です。気になりますね、今日今アドマイヤロイヤル人気グーン、今上がりましたね、上がりましたね、3度目の正直、はい、かってね、本当です ね、 ですね、ね、他に気になるところは。そうですね、はい、まあ、やっぱりベストウォリアーはいい枠引いたんで、ここだったら内見ながら外にもかぶされる馬そういないんで、まあ、そこそこスピード乗せていければ4角まで手応えよくくれるんじゃないかなと思うんで、まあ、この印になるのかなと思います。今のところ多分一番人気はねこのベストウォーリアだと思いますけれども、はい、ねえ、なんかやっぱ人気背負ってこう乗るっていうのは結構大変ですか、ナンバハイっていうこのレース、まあ、いつもどのレースでもそうですけど。そうですね、はい、まあ、でもある程度確立されてれば僕は楽しんで乗れる方なんで、G1 とかより未勝利の方が緊張しますね。あ、未勝利の 1. 何倍とかの方が。なるほど、そうなんですね、はい、やっぱり馬券をね買ってくださってるファンの方をねすごく考えて乗ってらっしゃいますもんね、鉄道さんは、はい、じゃあこの2頭でいいんですか、アダマヤロイヤル。そうですね、でも名村タイタンも、はい、やっぱり実績的にはもしかしたらベストウォリアーより上かもしれないんで、今の調子ちょっとわからないんですけど、まあ、出てきた以上調子いいんだろうし、はいはい、注目はしたいですね。タチデュールは佐藤くんね、この間遊んだんで、はい、一緒にそっちじゃなくてタップダンスシーの方なんですけど、タップダンスシーの方なんですけど、タップね、はい、頑張ってほしいですね。どうなんですか。ああ、ね、でもね、秋桜賞っていう名古屋のね、はい、レースでピッチシフターという強い馬と ね、まあ、ここ出てきてるからいい馬なんだろう、してますからね、はい、で10レースの方にもね、ウィンベルカントという馬が出て1枠1番なんですけど、はい、この馬には中央時代よく乗ってらっしゃったということで、内、ねはい、枠得意だったような気がするんですけどね。内枠、はい、得意だった、はい、あ、印あまりついてないですけど、皆さん今ちょっと、またこれ…いらんこと言ったかな。いやいやいや、またこれ売れますね。はい、僕は内枠にいるとき、この馬乗ったときは大体
4着ぐらいまでは来てるんで4着ですね、はい、なるほど、微妙じゃあ馬券に絡むかどうかは分からないということですので、じゃあ皆さんもね、ぜひ参考にしていただきたいと思います。そしてよしこさんの本命は、あ、すいません、ね、楽しいですね、楽しいです ね、まあ、ベストウォーリアがね、中心かというふうには私も思いますけれども、はい、やっぱりあの東京が得意ってことは左前のこのコースも合ってるし、マイルもぴったりということですし、これからエース格になっていくのかなって思うように、はい、さっき哲夫さんもおっしゃったように、あの中心になる大な人気馬っていうのがないじゃないですか、もうスターホースっていうかね、うん、はい、あのこの馬が出たら他の馬は下がらないよっていうような感じではベストオーリアはまだないかもしれないので、うん、はい、そうするといろんなところから入ることができるのではないかなと思うんですよね。そうですよね、どの馬が勝っても金村タイタンもね、やっぱりこうちょっと迷っているところもあったそうですけど、出てきたということはあの調子が戻ってるっていうことですもんね。はい、フジポン、そうだと思います、はいね、はい、ですから、まあ、それもちょっと魅力的に感じますし、佐藤さんどうなんでしょうか。私が気になっているのはあのポアゾンブラックなんですけれども、はい、ダートなら3連勝中で、ただ距離があるいは左回りがあのまだ未勝利っていう、その辺はちょっとどうでしょう。あの調教見せてもらった時は、はい、すごい僕の好きな走り、前の書き込みがすごい良くて、マイル、あの盛岡競馬場だったら大丈夫だと思うんですけど、あとは展開もそんなに競る馬も少なそうですよね。そうなんで短期で本当に行ければ、エスコプみたいなことに、エスポクまではちょっと無理だと思います。エスポクは特別ですよね。はい、はい、ね、ね、じゃあその言葉が大変今心強かったので、はい、私はポアゾンブラックから、はい、人気どころに行きたいと思います。なるほど、はい、ということで、ね、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいと思います。フジポンは、フジポンはもちろん名村タイタン鑑賞で応援したいと思います、はい、ね、勝つように。坂口くんのガッツポーズが見たいんですよ。フジポンいつもクールでガッツポーズしない人なので、絶対ガッツポーズしてほしいです。名古屋だったらね、はい、してくれると思います。さっき聞いたらね、余裕ないって言ってましたけど、そんな余裕はないとか言ってましたけれども、ぜひしてほしいと思います。ということでね、はい、まだまだ聞きたいことがあったんですが、お時間となってしまいましたね。またたくさん聞きたいことがあったので、ぜひまたこの盛岡競馬場にも来ていただけますか。あ、喜んで、はい、ありがとうございます。その時を楽しみに待ちたいと思います。哲夫さんと吉田さんはですね、この後あの IBC の中継などもありますし、あと表彰式などにも登場していただきますので、またね、皆さんとお目にかかれると思いますので、よろしくお願いいたします。この後も皆さんナンバハイ、ナンバハイね、楽しんでいただきたいと思います。それでは哲夫さんと吉田さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。あ、ひらめきひらめき